いい当たり、右中間にボールが飛んでいる。真ん中破った、今江は三塁を回りそうだ。ランナーは三塁に、タイムリースリーベース、千葉ロッテ1点を先制です。高めの球を打った、センター打った、センター前に出てきた、ヒルサ抜かれた、抜かれた、抜かれた。さあ今井は三塁を回ってホームに帰ってくる。1対1の同点になる。鈴木は三塁へ、三塁だ。一挙にここで同点に。バットが折れた、ライトの右上がっている。さあどうだ、ダイビングフェアになった。三塁、二塁ランナーがホームイン。そして今日も鈴木は三塁に行く。3試合連続のタイムリースリーベース、1対1同点。3球目センターの左、坂口が下がっていく、取れない、ヒットになった。角田がホームに帰ってきます。鈴木大地の一打、三塁へ、スリーベースと1点を返しています。真ん中に来た、この打球はどうだ、大島前に来ていたぞ、その頭上も越えていった。鈴木大地のタイムリーヒット、1人帰ってきた、もう1人帰ってきました、千葉ロッテ勝ち越し。この打球もライトへ、高い打球が上がっていく、伸びていく、伸びていく、伸びて、ボールはこぼれている。バッターランナーの鈴木大地はサードまで進みます。スリーベースヒット、ノーアウトランナー三塁と、それこそ泥臭いプレーもちょっと必要だったかなという感はありましたよね。打球は右中間に伸びていきます。伸びていって、伸びていって、フェンスダイレクト。さあ鈴木大地はこの打球を見て三塁に行った。三塁打になりました。フェンスダイレクトの打球。これも右中間か、真ん中、陽大館、その間抜かれました。鈴木は三塁に向かうか。スリーベース。スタートは切りませんが、打ちました、右中間です。ヒットゾーンです。ロングヒットコースになりました。大松ダッシュ、全力疾走、三塁ベースを回る、ホームへ帰ってくる、中継ボールは内野まで、タイムリー三塁打。今シーズン9本目の三塁打、鈴木大地、これがタイムリーになって3対1。1点返された後のこの三塁打っていうのは効きます。ライトスタンドからは第一コールです。右中間を破る得意の長打コースだ。二塁に向かう、三塁はどうだ、三塁に向かっていく、三塁だ、得意の三塁だ。いい当たり、一塁線破った、スタブロー、二塁から三塁に、そして三塁を回ってホームに帰ってくる、バックホームしたが間に合わない、同点。三塁打か、1対1の同点に追いつきました。